それでは大きな拍手をお迎えください。本日のゲスト、ジャンボ宝くじイメージキャラクター島崎遥さん、そして今回のサマージャンボ宝くじの CM にご出演の鈴木奈々さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、今日お二人は CM の浴衣ですか？はい、そうです、はい、さて島崎さん、はい、ドリームジャンボに続いて2回目の CM 出演になりましたけれども、はい、今回奈々さんと共演いかがでしたか？どうですか？はい、あの明るくて、はい、すごく現場も、はい、あのいつも以上に、うん、あの楽しく、ありがとうございます。でも緊張されてて、めっちゃ緊張しました、はい、CM 撮影めっちゃ緊張しました。そう、でも島崎さんが、パルルさんがめっちゃ、あの本当にすごく私をこう、なんだろう、緊張からや、なんかやら、や、柔らかくしてくれて本当に楽しい CM 撮影ができました。でもパルルさんはマジでめちゃめちゃ塩対応だなと思いました。本当に優しくしてくれたじゃないですか。優しい塩対応なんですけど、パルルさんのいいところは私にも塩対応だし、役所さんにも塩対応なんですよ。それがいい。なんか人を選ばないでみんなに塩対応なところが。本当ですか？そう、役所広司さんにも、めっちゃ塩対応でした。そんなことないですよ。キャラじゃないです、ガチの塩対応です。本当に。でもね、島崎さんすごい癒してもらえたっておっしゃってましたけども、はい、なんか言葉をかけたりされたってことですか？はい、お芝居があったので。そうなんです。それが、そう、指導していただきました。そんな指導ってことでもなか、はい、ないですけど、愛のある塩対応の方だなと思いました。、はい、ちょっと難しくなってますけどね、はい、ね。